はい、こんばんは、スタディルーム斉藤です。今日は中一理科物理凸レンズの8回目今日が最後、復習テストになります。でまずこの凸レンズの授業ではこういう丸い瓶に水を入れてこう文字が大きく見えたり、まあ、遠くのものが逆に見えたり、で実際の、まあ、凸レンズでも同じようになるっていうことや、はい、このピンホールカメラっていう、まあ、こういうもので、まあ、ここに凸レンズがついてて、はい、ここにトレーシングペーパーのスクリーンをつけた、まあ、これで実際に電子黒板を覗いたらこのように上下左右逆に映像化する。でこれはまあ今回教室内でしましたけど、あの外の景色を見ると景色も映すことができます。でまた、教室の蛍光灯にこの 1,2,3 の数値を貼ってそれを机に移してみたり、あとは透視術っていうことで、これは凸レンズ関係ないんですけど、まあ光を使ったマジックをしてみたり、であと光の三原色でこう色の組み合わせで、まあどういう色が表現できるのかというような、まあ、凸レンズとか光に、興味が持てるような実験をしてきました。さあでここからが本番です。ここから、まあ、実際に重要な用語であったりとか、まあ、作図の仕方なんかを復習していきましょう。でこの学習語訓塾の復習テストでは大切な言葉を隠しています。でそれをもうパッパッパッて出していくので、まあ、皆さんは頭の中で思い浮かべてください。でそこであのすぐに思い浮かばなかったり、あとちょっともう少し詳しく解説聞きたいなっていう場合はここにあのどこに戻ったらいいですよっていうのを出しておきますし、あの詳細欄にもリンク貼っておきますので、元の授業に戻ってもう一度復習をしてみてください。それでは始めたいと思います。はい、まず凸レンズの働きとして近くのものが大きく見える、まあこれがルーペ虫眼鏡の役目でした。で今度遠くのものが小さく映る、まあ、今回はピンホールカメラでしたけどこれを利用したものがカメラです。であと一番最後にちょっと発展で説明してますけど、これとこれを組み合わせたものが顕微鏡だったり望遠鏡だったりします。さあそれともう一個光を集める働きがあって、紙を燃やしているところもあの実際の映像にしてますので、あの興味のある人は、ここに戻って見てみてください。さあ次、凸レンズを通る光はどうなるのかということで、まずこれ凸レンズじゃなくて、半円形のガラスなんですけれども、屈折の授業で習ったように、はい、このように角度をつけて入射すると空気中からガラスに入った光は屈折します。で今の3本の光を重ね合わせてみるとここに光が集まっているのが分かります。でこのガラスをうまく組み合わせたものが凸レンズです。でこの凸レンズで、はい、非常に大切な言葉が3つ出てきます。はい、まずこの凸レンズの光の集まる点、これ左右2つあるんですけども、はい、これが、はい、焦点です。これ光が集まるから終点って間違える人多いですけれども、違います。さっきのように黒い紙を、焦がす、焦げる点でこれは焦点と言います。はい、で次、レンズの中心と焦点までのこの長さのことを、はい、焦点距離と言います。そして今この緑の光が通っているレンズの中心の線と垂直に通るこの線のことを、
はい、凸レンズの軸と言います。はい、でここで凸レンズの授業、光の授業全部そうなんですけど、作図がいっぱい出てきます。でその凸レンズの作図をするために非常に大切な3つの光、3つの光線があります。でまず1つ目、凸レンズの軸に平行な光、はい、これがどのように進むかというと、はい、反対側の焦点を通るように進みます。凸レンズの軸に平行な光は焦点を通るように進みます。はい、次、凸レンズの中心を通る光、はい、これは、はい、そのまま直進します。凸レンズの中心を通る光は直進です。はい、で次、手前の焦点を通る光、はい、これは、はい、軸に平行に進みます。1番目と逆で、こちら側の焦点を通ってきた光は凸レンズの軸に平行に進みます。でこの3つの光で、まあ、いろいろな作図を行っていきます。はい、まず先ほど、0の1から4の実験で見せたピンホールカメラのこのトレッシングペーパーに映った像だったり、あの凸レンズを通して蛍光灯が机に映っている、はい、これらの、まあ、スクリーンに映る像のことを、はい、実像と言います。でその実像も、まあ、作図をしないといけないんですけども、3本の光がここで集まっているので、ここに実像ができます。でこれを作図していくと、はい、まずここ隠してはないですけども、この作図の中で特に大切なこの焦点距離、ここ焦点ですね、焦点距離の2倍に物体を置いた時、もうこの作図が基本中の基本になるので、これはしっかりと覚えておいてください。で焦点距離の2倍に置いた時に、はい、まず作図をしてみると、はい、この1番の光、2番の光、3番の光が全てここで交わりました。ということは、はい、ここに像ができます。でこの像の種類は、はい、実像です。ですからここにスクリーンを置いておくと、この物体の像がきれいにここに映るはずです。そしてこの実像はまず大きさが、はい、この物体とちょうど同じ大きさになります。そして向きは上下左右逆向きの像になります。さあ、でこれを基本として、はい、ここよりも遠いところ、凸レンズから離れた時に物体を置いた場合で、これはもう作図ができれば、あのどんな像ができるのか分かるので、作図の仕方をしっかりと覚えてください。まあ先ほどの基本の3本線、はい、1本目、2本目、3本目、はい、この3本の線がここで交わるので、はい、ここにこのような像ができます。でこれもここにスクリーンを置くとはっきりした像が映るので、はい、これは実像です。で大きさは物体よりも小さい像になります。そして向きは、はい、上下左右逆向きの像になります。はい、じゃあ次、焦点距離の2倍より凸レンズに近いところに物体を置いた場合です。はい、この場合も基本の3本線、はい、この3本線を使って作図すると、はい、ここに像ができました。で今度は焦点距離の2倍よりも遠いところにスクリーンを置いた場合、
に、像ができます。はい、この像は、はい、実像で大きさは、はい、物体より大きくで上下左右逆向きの像ができます。でこの3つの作図で分かるように、もう実像は必ず上下左右は逆向きになります。さあ次です。今度はもっと物体を近づけて焦点の上に物体を置いた場合、はい、これを作図してみましょう。はい、まず1番目の線、はい、2番目の線で、次3番目の線、このままこういくので凸レンズには当たらないので、もうその線は描けません。ですからこの2本しか線は描けません。で、ここ平行になってますよね。で、平行っていうことはこちら側にもこちら側にも交点ができません。そうするとこの場合像はどうなるか。はい、像はできないです。像が見えないとか映らない、ダメです。見えないでも映らないでもなくて、ここでは像はできないと書いてください。さあ次、はい、このように凸レンズを通して、何か物体を覗いた時にこういうふうに拡大された、はい、この像のことを、はい、鏡像と言います。虚像はこれまでの実像と違って目で見ることができる像です。逆に言うとここにスクリーンを置いてもこの虚像は映りません。はい、でそれも、実際の光を通してみると、ここにある物体の光は凸レンズの反対側ではだんだん広がっていきます。ですからこの場合はこの逆向き、ここに交点が出ます。ですからここに、まあ、虚像ができることになります。でこれをまた作図してみると、はい、焦点よりも近くに物体を置くと、はい、1本目の線、はい、2本目の線で、これも3本目の線は描けないので、はい、この2本の線で作図します。でここだんだん光が広がっているということは交点できないんですよね。ですから逆向きに伸ばします。で逆に伸ばすとここに交点ができるので、はい、このような像が作図できます。はい、この像のことを、はい、虚像と言います。で大きさはもう見ての通りで、はい、物体より大きい像で、向きは、はい、物体と同じ向きになります。だから虚像の場合はもう必ず大きさは物体より大きいし、向きは物体と同じ向きになります。さあで最後、まあ、発展として顕微鏡の仕組みも説明しました。対物レンズで実像を作って、それを接眼レンズで虚像にして拡大して、まあ、見ているっていう説明をしたんですけれども、まあこれはもう覚える必要がないので、興味のある人はまたこのリンクのところを見ておいてください。さあそれでは長かった中1理科の光の授業、光の性質で今回の凸レンズの授業は全て終了となります。では今日の授業は以上です。